まあ、もともとそのたどれば、まあ、前市長の時代からですね、まあ、様々と交流を重ねてきておりまして、まあ、そういう部分でいくと、内田さんのところで具体的にこうお話し合いが進んだのは2年ほど前からというふうに伺っています。まあ、交流という部分でいけば、その、まあ、学長とその人的な交流ということが、まあ、前市長がありましてですね、まあ、たまたまその年が近いというか、まあ、同級生というか同じ年ですから、そういう交流があったというふうにはこう伺っております。で、まあ、学長はすごく率直なことを言っていただきましてですね、本当にその亡くなったのがもうずっとこういう話をされてて、亡くなったのがショックで、でなかなかむつ市にも来れなかったけど5年経ったからというお話が若干あって、まあ、そうした中で、まあ、今回こういう話ができたのは嬉しいというようなことは先日いらっしゃった時にはお話をされていました。実はその辺についてですね、今最終調整中でありまして、6月7日にはその辺も含めて司会とした形でお知らせしたいというふうに思っております。ただその今の時点でお伺いしているのが、その3分野ですね、キャリアビジネス、介護、福祉、保育の3分野ということで、まあ、当然その単位の取得と資格の取得と卒業が可能だということ、まあ、支援の枠組みとしても、まあ、つい先日は私文科省にも行ってきました、地方創生にも行ってきましたけれども、まあ、そういうところからも含めてですね、何か我々でできることがあるのかどうかというところを現在精査をしているところでございます。子どもたちにとっても大きいし、それから親御さんにとっても大きいし、その地域として雇用とかを確保しなきゃいけないという部分にいけば地域としても大きいし、まあ、そういう意味では三方よしみたいなですね、そういう取り組みに、なると思います。でもう一つはやっぱりそのリベラルアーツですよね、大学短大ですからね、教養の部分をどういうふうなオリジナリティを持った講座が作れるかっていうことは地域に課せられた私たちの課題だと思います。私もなんか役割があれば頑張りたいなと思うし、そういう部分でいくと新しい地の拠点がやっぱりここにできて、そこからどう地域が発展していくのかっていうことは大学側もそうですけども、短大側もそうですけども、我々も考えなきゃいけないし、地域も考えなきゃいけないしということでですね、非常に私は楽しみな取り組みになってくれると、成長してくれるというふうに期待をしています。ありがとうございました。以上で、はい、ありがとうございます。